黒霧、コンプレス、また眠らせてしまっておく。ふう、ここまで人の話を聞かねえとは、逆に感心するぜ。聞いてほしけりゃ土下座して死ね。最大火力でぶっ飛ばしてえが、ワープ野郎が邪魔すぎる。考えろ、どうにか隙作って後ろのドアから。どうも、ピザーラ神の店です。スマッシュ。なんだ黒霧、ゲート。先制出爆、ウルシサロー。キーナモン、やんなよ。おとなしくしといた方が身のためだね。さすが若手実力派だ、森林カムイ。そして目にも止まらぬ古豪、グラントリノ。もう逃げられんぞ、ヴィラン連合。なぜって、我々が来た。あの会見後に、まさかタイミング示し合わせて。火の人を引っ張んなってば。押せよ。構成時ほど守りがおろそかになるものだ。ピザーラ神の点は俺たちだけじゃない。外はあのエンデバーをはじめ、手だれのヒーローと警察が包囲してる。使うし、なぜあのメリケン男が突入で俺が包囲なんだ。万が一取り漏らした場合、君の方が視野が広い。しゃあ、怖かったろうに、よく耐えた。ごめんな、もう大丈夫だ少年。怖くねえよ、余裕でくぞ。せっかくいろいろこねくり回したのに、何そっちから来てくれてんだよ、ラスボス。